地震などの災害が起きたとき、安否確認の手段として171で無料で利用できる災害用伝言ダイヤル、その使い方や活用法を聞きました。もしもの時の連絡手段の一つ、災害用伝言ダイヤル、その認知度は。災害用伝言ダイヤルって知ってますか？知ってるの？知らん、まりはっきりとは知らないです。地震などの災害時、被災地では電話やインターネットがつながりにくくなる可能性があります。そんな時に家族や友人の安否確認の手段となるのが171で無料で利用できる災害用伝言ダイヤルです。サービスを提供する NTT の担当者に話を聞きました。このサービスにつきましては、阪神淡路大震災を契機に作られましたサービスになっておりまして、災害が発生いたしますと、電話がかかりにくくなるというような状況がございますので、その上を補完するサービスといたしまして、ダイヤル171という番号を使いまして、そちらの方にですね、メッセージを入れていただくことで安否確認等ができるサービスでございます。実際に訓練用の電話機を使って使い方を教わりました。とりあえず受話器上げていただいて、171と教えていただけますでしょうか。こちらは災害用伝言ダイヤルセンターです。音声ガイダンスに従って操作を進め、連絡を取りたい家族などの電話番号を入力して伝言を録音します。私は今会社に避難して無事です。また連絡ください。録音した伝言を家族などが聞く場合も171にかけ、録音した人が入力した電話番号を押すと音声が聞きます。私は今会社に避難して無事です。また連絡ください。特定の電話番号を入れていただきまして、その電話番号にですね、録音を入れていただきまして、そちらを再生するというものになっておりますので、ご家族の中でですね、しっかりその番号を事前に決めていただきまして、これのサービスをご利用する場合につきましては、この番号で確認いただくということでお願いいたします。ガイダンスも、分かりやすく誘導してくれましたので、簡単に誰でも使えるサービスだなと思いました。このサービスは災害時のみ運用されますが、南海トラフ地震臨時情報が出ている現在は利用できるということです。